リナックスディストリビューションである。クリスタファー・エリクソンとヘンク・ブランスチンが2003年後半に作成した。開発にはオープンエンベデッドを使っている。ヤライムの構築作業は2003年末頃、HP6XX ハーナダ上で動くリナックスディストリビューションを実現するために開始された。ヤライムプロジェクトはハーナダ上で高速性と携帯性をもたらす。 ディストリビューションとなることを目標としていた。ハーナダは2.6カーネルではサポートされておらず、プロジェクトの最初の目標は2.6、9カーネルのブートを実現することだった。2006年2月、ヤライムのサイトは、同フォーラムユーザーチャズコによりリニューアルされた。最近では、NEC モービルプロ900をサポート機器に加えるべく、作業をしている。 開発者のチャズコとビー・リザードは、イナイトドベースのインストールツールを作成した。それを使うと、別の Linux マシンを使わずに、ハーナダにヤライムをインストールできる。多くの PDA システムは、フラッシュメモリを使うが、ハーナダには、その機能がなかった。従ってヤライムは、コンパクトフラッシュカード上に、インストールされる。インストーラーは、 テキストベースのダイアログ思考インターフェースを使う。ヤライムは APT の機能を最小限にしたようなツール一クグでパッケージを扱う。任意の既存のインターネットコネクションを使うか、ローカルにインストール、削除、更新が可能である。パッケージを、いわゆるフィードリポジトリからダウンロードし、依存関係は自動的に処理される。ヤライムは完全な Linux ディストリビューションであり、 GUI 環境として、現在は ICM を使っている。やライムには ICM 上で動作するアプリケーションとして、ミニモ、X、社、デロ、ロックス、ファイラー、AB ワード、リーフパッド、トルズモなどが含まれている。ありがとうございます。